ということで皆さんこんにちは。ここは JR 西日本大久保駅です。今回はこの大久保駅で普段は見られない光景を見てきました。僕も大久保です。本日終点でございます。こんにちは、鉄振りです。今日は JR 西日本大久保駅へやってきました。山手線の新大久保駅とは全然違う場所にありますが、兵庫県明石市にあります。ということでですね、もうこんな時間的にはただいま17時36分、天気はこのようになっております。と言っても見えないですね。とにかく暗くなっております。今日は12月の1日、まもなく冬至に近づくにつれ日が落ちるのが早くなってくる時期なんですよね。そしてやってきた大久保駅に到着してきた電車は普通電車の、あれは米原行きでしょうか。安行きでしたね。あちらが安行きでして、反対方面、こちらのホームにやってくるのはまた普通電車です。さて皆さんに簡単にお話ししておきますと、この大久保駅というのは西明石駅と魚住駅の間にありまして、西明石駅は新快速の停車駅となっております。また新幹線の乗り換え駅でもありますね。さてやってきたのは普通電車の姫路網干方面駅です。姫路方面網干行きですね。平日の夕方夜ということもありまして帰宅ラッシュの時間になりました。たくさんのお客さんですし詰め状態の電車です。それに加えまして本日宮古線内で踏切の確認を行った影響で大変遅れているということが発生しております。その遅れが今頃夕方になりまして通勤ラッシュの時間帯を乗客たちを襲ったと、そういうことなんですね。あちらに見えているのは普通電車姫路方面網干行きです。ではここで見ていきましょう。こちらです。新快速大久保駅というものができました。通常ありえないというふうに思ってしまうのですが、新快速大久保駅というのはですね、この今いる大久保駅に新快速が止まるということです。大久保駅というのはですね、大久保駅に新快速が止まるということです。小泉進次郎のような発言をしてしまって申し訳ないのですが、本当に止まるんです。ということでその列車がやってくるのはこの3番線、今見ていただいているところです。そして奥の2つが1番線、2番線です。本日一部列車に遅れが発生しているため、同駅始発の新快速電車の運転がございます。三宮大阪方面に参ります新快速電車にご乗車の、本日3番乗り場から17時59分発新快速草津行きの運転がございますので3番乗り場にてお待ちください。なお三宮大阪方面に向かう電車は時間通り運転しております。ということなんですよね。皆さんに聞いていただけたかと思いますが、今回この大久保駅というのを普通電車しか止まらない、そして特急がねなぜか止まるという不思議な駅なんですけど、なんと新快速が停車するんです。これはですね、 JR 西日本を利用している、特に神戸線京都線系統を利用している方であれば、あよくあるなっていうような行き先なんですけども、例えば列車に遅れが生じた場合、今回ですと琵琶湖線の遅延というものがここまで影響してきたということなんですけども、それの遅延が発生しますと電車は大幅に遅れます。そして電車は折り返しをして列車運用されているんですけども、その折り返し列車というのが間に合わないことがあるんですね、反対方面の。ですから下り方面の列車が遅れている場合に上り方面の列車を何とかして低巡行させたい、そういう時にですね、下り線の列車の一部を途中のこの大久保駅とかで折り返して、その折り返しをすることによってまた通常通りの上り方面は通常のダイヤで運転できる、そのように運用を取るという方法が行われています。これを業界用語では山切りダイヤというふうにも呼ぶんですが、これについてはもっと詳しく説明している方とか YouTube 上げている方などがいると思いますので、そちらをご覧ください。ということでこちらですね、新快速大久保駅9分遅れで西明石と大久保の間を走っています。ですから間もなく向こう側からその新快速電車がやってくるようです。はい、ということで西明石方面
米原草津方面の新快速電車も通過してきましたが、ゆっくりとポイントというものを通過するため制限が設けられて列車は入線してまいります。大久保です。本日終点でございます。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけしておりますことお詫びいたします。引き続き魚住土山方面各駅へお越しのお客様、17時59分頃に参ります普通電車網越行きをお待ちください。大阪次のお客様は3番乗り場の新快速電車が先の到着となります。おもし行き到着予定です。列車はただいま列車は貨物列車で第75列車とも呼ばれる電車なんですけども、列車ですね。多くの鉄道ファンからいろいろな車両が運用に入るということでネタにされたりもする列車になっております。姫路方面網越行き先は新快速の京都方面草津行きという枠に変わりました。先ほどまでは大久保行きというふうに表示されていましたが、これで切り替えができたということです。ご迷惑をおかけしますが、しばらくお待ちください。普段は新快速電車の止まらないこの大久保駅でも新快速に乗れるということです。新快速に乗れない人もですね、ここで乗ることができるんです。すごいな、今汽笛が。おお、大丈夫か。すごいな、すごいピューってなってましたけど、列車がやってきました。関西にお住まいの方だとこの新快速大久保駅、そして大久保で折り返してこのように草津や米原方面に向かう電車というのもあるんですけども、その米原方面の電車がなぜできるかということなんですけども、関西にお住まいの方なら皆さん、ああよくあそこ大久保駅とか土山駅とかああいうのできてるよねというふうに、まあ顔なじみといえば顔なじみ、大久保駅ができたら列車遅れてるんだな、そんなふうに関西人は思うんですけども、なぜこのようになっているのかということを皆様にお説明したいと思います。基本的に大阪方面からやってきた電車を折り返しさせるためにはですね、神戸とかその繁華街より西側ですから、お客さんが少ないところまで持っていかなきゃいけないんですね。というのもお客さんが多いところで運転を打ち切りにしてしまうとホーム上でお客さんが立ち込んでしまう、そういうことが起きるからです。そして輸送力も少ない、だいぶ少なくなってしまう、そういうことなんですね。その輸送力というのを改善するために、さてどこで折り返そうか。ですが姫路まで行ってしまうと輸送力はそんなにいらないはずなんですけども、どうしても列車の運用ができないということになりまして、どこで折り返すかという問題になってきます。こういう遅れた場合には折り返す駅というのがいくつかあるんですけども、
この大久保駅はそれに最も適していると言えるわけです。ということで皆さんにご覧いただきたいんですけども、こちらは配線略図ネットさんというサイトの方で、こちらのサイトではいろいろな路線の配線図というものを、配線略図というものを作って公開していただいている、そういうサイトになります。じゃあこの山陽本線を見ていきますと、こちら神戸兵庫新長田とずっと来まして、見ていただけると西明石とかに大きな車両所がある、ここで折り返せばいいのじゃないか、そういうふうに思う方もいらっしゃるとは思うんですけども、実はこの大久保駅というのはこのように駅と駅の間が伏線で、かつ折り返しやすい駅というふうになっております。それの要因というのも、このようにたくさんの4本の線路が並んでいるところで新快速を停車させて折り返すためには、新快速は一番外側の線路を走りますので、その間内側の2つの線路は新快速が折り返しで使う間、列車は通れないということです。そのためそれを避けるためにですね、こちらの大久保、それから土山、そして加古川駅ではちょっとね、いろんな事情があってあまりできないんですけども、東加古川、放電、また五着といった駅で列車の折り返しというものを行います。まもなく4番乗り場に17時39分発普通姫路方面青信市場順次で参ります。雨が降ということで、大久保駅の新快速電車というのは無事に折り返して草津駅となりまして、草津まで向かいました。やってきたのは遅れておりました221系の電車です。すごい遅れてるんですね。こちら姫路方面網走行きです。こちらは神戸線では少し古い車両の221系です。ということで JR 西日本山陽本線の大久保駅、こちらの駅で普段は止まらない新快速電車が止まって、しかも折り返しをして、しかも快適な車両で神戸方面、三宮方面行けるという、そういうお話でした。今回もご視聴ありがとうございました。ではまた他の動画でお会いしましょう。さようなら。